はいどうも、ケマイです。今回なんですけども、ゴーストオブツシマディレクターズカット版、行き編についてのレビュー、語っていきたいと思います。いやー、そうなんですよね。8月20日に、この DLC というところでですね、今回初めてゴーストオブツシマの有料 DLC っていうね、課金しないと遊べない DLC という形で、追加コンテンツとなって、行き編っていうね、新しい島で探索できますよ。新しい島で、新しいストーリーを楽しめますよっていう、そんな、DLC が出たわけなんですけども、こちら皆さんやりましたでしょうか。まあ、今回のゴーストオブツシマ DLC 部分だけの話で言ったら、だいたい2200円ぐらいのボリュームというかコンテンツ内容になっていますというところでですね、まあそれに見合ったものかっていうところが多分皆さんの中ですごく考える部分じゃないかなと思います。そしてまあね、結構いろんな人のレビューとかを見ていると、まあおおむね好評というか面白いよねっていう感想になっていたんじゃないかなと思っています。そしてまあ個人的にもやってみておおむねまあ面白いなとは思ったんですけども、とはいえ結構思うところはあったんですね。なのでまあそういう話をしていきたいと思います。多分この動画どちらかというとちょっと否定的な寄りになってしまうかもしれないです。ただね、大前提として皆さんに分かってもらいたいのが、ゴーストオブツシマっていうゲームがめちゃくちゃ面白いよっていう前提はしっかり俺の中でありますよというところだけは認識しながら聞いていただけるといいかなと思います。なので本当にツシマっていうゲームはもう神格化されてもいいぐらい面白いゲームですよっていうことは、ね、分かってはいるので、その上で話させてくださいというわけで今回やっていこうかと思いますので、ぜひ、最後まで見てってもらえると嬉しいんでよろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、まあ今言った通りですね、もうこのゲーム自体がそもそも面白いから、もう一定数以上は面白いんですね。もう間違いなく、もうそれはもう皆さんがもうよくよく分かってると思うんですよ。だからもうそれは当たり前、もうゴーストオブツシマが面白いっていうのはもう当たり前の前提として、ただそれはそれとして、今回の DLC 部分について話すと、まあちょっと考えるポイントはあるよねっていう話を今回ちょっとしていきたいなっていう風に思うわけですよ。はい。なので、まあ、戦闘部分だとかね、元々のゴーストオブツシマが面白かった部分っていうのは、もう引き続き今回のDLC でもめちゃくちゃ面白いですよっていうところは、まずね、評価として上げておきたいなと思うんですね。というわけで、まずは良かった点なんですけども、まあ、今言った通りですね、このゴーストオブツシマっていうゲームの続きがもう遊べる、そのまま本当に続きが遊べるっていうところはめちゃくちゃやっぱ良かったなと思いますね。なんかやっぱりね、 DLC って始めるまでの敷居がすごく高いと思うんですよ。わかりますかね。やっぱ一回自分の中で終わってしまったゲームを、そのデータを引き継いでまたやろうと思える人って正直一握りだと思うんですね。全員が全員DLC が出たら買うってならないと思うんですよ。自分が好きだったゲームでも DLC が出たらじゃあ必ず買いますかって言われると必ずしもそうじゃないと思うんですね。ただやっぱそういう敷居をやっぱ気持ち的にちゃんと乗り越えた先にはしっかりとした面白さっていうところがあったなっていうのは、ここは本当に良かったなと思います。なのでしっかりね、既存のゴーストオブツシマっていうところの延長線の面白さっていうところはもう本当十二分に体験できる内容だったなっていうふうには思います。さあ、そして今回このね、壱岐っていう新しい島に、まあ乗り込んでいくわけですよ。主人公酒井仁が乗り込んでいくわけなんですけども、このね、壱岐っていう島がめちゃくちゃ綺麗。やっぱりね、ゴーストオブツシマ、映像とか、そういったこう、和の雰囲気とか、そういうのを演出させると、マジで本当に、もうピカイチだなと思いましたね。めちゃくちゃやっぱりね、この風景だとか、まあそういうところはもう本当に綺麗で、フォトモードとかね、すごいはかどるような、そんなゲームだったなというふうに思います。やっぱ、いろんなところに本当になんか見どころというかね、マップというか、ステージっていうところが本当に生きたように動いていて、そういうところにやっぱちょっとなんだろうな、見に行ってしまうというか、ここすごいな、ちょっと見に行ってしまうみたいな、そんなこともあったりだとかして、とにかくね、マップっていうところは綺麗だったなと思いますね。まあ、あとはね、マップのサイズとかも確かに本編のね、マップのサイズ感よりはもうめちゃくちゃちっちゃいんですけども、ちゃんと作り込まれていてですね、そこには妥協を一切感じませんでした。そして結構ね、やっぱ島っていうところもあって、小さな島っていうところもあって、かなりその海っていうところを見る機会が多かったんですね。この
このね、水の表現とかがやっぱすごく綺麗でね、やっぱ今回ゴーストオブツシマをやってみて、改めてそういった、あの風景とか映像の美しさっていうところはやっぱりもうしみじみと、感じましたね。で、まあ、あとはなんといってもその追加要素としてすごく、やっぱ良かったなと思うのは、主人公ツシマジンの育成っていうところがまたさらにできるようになったっていうところもすごく良かったなと思います。なんか馬の強化とかもできるようになったりだとか、あとはシンプルにね、新しい鎧を手に入れていく下りがあったりだとか、そういった感じでまたさらに違ったアクションを楽しめるようになりますよとか、そういった感じで、あとゴフとかもありますよね。新しいゴフとかもありましたし、まあそんな感じでですね、結構新しく追加された装備品、ゴフとかもあって、そういうのを集めて、さらに、主人公津島陣を強化する遊びっていうのができたのはすごく良かったなっていうふうには思いますし、あとはね、個人的にめちゃくちゃいいなと思ったのが、自分の持てない以上の矢を拾った時に馬の方に自動的に積まれるっていう、そういった感じのこうクオリティオブライフっていうのをね、上げるような装具みたいのもあって、ここら辺結構気が利いてるなと思っていて、かなりね好感を持てましたね。まあいいところの部分で言うとそんな感じかなとちょっと思ってます。で、まあ肝心のその悪いところっていう部分なんですけども、これ本当にちょっと決定的にちょっと一つ、まあ強いてなら二つあるんですけども、ちょっとこの話をしていきたいんですね。まずは一つ目何かっていうと、ネタバレになっちゃうんで、あまりちょっと詳しくは言いたくはないんですけども、まあ話の流れで主人公の坂井仁が、まあなんか幻覚みたいのを見るような感じになってしまうんですね。割と序盤から。で、この幻覚っていうのがめちゃくちゃストーリーを進めていく上で個人的に本当に鬱陶しく思ってしまったんですね。なんかいろんな敵と戦っている最中に、なんか突然幻覚が入って自分が今戦っていた敵がなんか敵じゃなくなるみたいな、ちょっとなんかそういう、ちょっと自分が今没頭して目の前の敵と戦っているのになんかその間になんか入ってくるみたいなところで、それが本当にストーリー序盤から終盤というか終わるまでずっと続いていくっていうところがめちゃくちゃ気になったんですけど、これ皆さん的にどうですかね。やった方だったらわかると思うんですけども、結構個人的にはこの演出っていうのは気になったんですよね。まあこう一時的、そしてまあ局所的みたいなところだったら全然構わないんですけども、それが本当にストーリー全編にわたってそれが続くとなると、なんかやっぱりね、やっていて鬱陶しく思ってしまう人も、まあ正直いたんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。ここら辺ちょっと皆さんの感想ぜひぜひちょっとお聞きしたいなと思うところなんですけども、やっぱりこう自分がね熱中して目の前のことに対して頑張っているのに、それにやっぱこう魔が差していくというか、それは本当にちょっとね、全体として結構ストレスに個人的にはなったので、これは結構賛否両論あるポイントなんじゃないかなと、個人的にはやっていてちょっとそう思っていました。なのでちょっとここに関してはちょっとあまり良くなかったんじゃないかなと思ったっていうのがまず一つですね。そして二つ目なんですけども、なんか感情移入できないストーリーだなっていう風にちょっと思いましたね。割と本編の方のゴーストオブツシマに関しては結構坂井仁に感情移入しながらね、結構そのどうすんのこれみたいなストーリーにワクワクしたりだとか、あとはこうなんだろうな、坂井仁の心境っていうところを考えながら、どっちに行くのみたいなね、あ、クロード行っちゃうの、武士の心を持ったままにすんの、誉れを捨てないの、捨てるのみたいなね感じのところで結構右往左往しながらそれを楽しむっていうところがあったと思うから、感情移入はできたと思うんですけども、今回に関してはですね、まあそういった感じの感情移入できる要素っていうのはあまりなかったなっていうふうには思うんですね。まあ、今回の話で言うと、主人公坂井仁の過去のコンプレックスと向き合っていくみたいな、まあ、そういった感じの話にはなってるかと思うんですけども、やっぱそこがどうしても個人的にはあまり感情移入できなかったですね。なんかもっとシンプルな、やっぱ誰かがさらわれてしまったとか、まあ、ちょっとシンプルすぎるけどね、さらわれてしまったからその人を助けに行くとか、まあ本当にそれでも良かったなっていう風にちょっと思うんですよね。はい、なんかちょっとそういう面で感情移入できなかったなって思うのと、まあその話に付随してという感じなんですけども、やっぱゴーストオブツシマっていうゲームがすごく、まあ一応本編の部分はですね、すごい現実的な世界観と現実的なストー
ーリーだったかなっていうふうには思うんですよ。あんまりそのなんか呪術みたいな感じのとか魔法みたいなそういったところはなかったと思うんですけども、今回のこの生き変に関してはですね、結構そのなんかちょっと超常の力みたいなところを描いているんですよね。さっき言ったその幻覚みたいなところもあるんですけども、結構その超常的なパワーみたいなところを結構物語の肝に据えているんですよね。いやもうそんなんうるせえよやれよ普通にって思う方もいると思うんですけども、やっぱ個人的にはそこのなんか乖離というか、なんか違いっていうところがすごく感じてしまったんですね。クロード・キタンっていうマルチプレイの方の協力プレイのツシマのゲームに関しては結構まあ番外編みたいな感じだから全然そういうのありかなとは思ったんですけども、結構ストーリー本編に、まあ、携わる部分でそういったこう呪術的なものが登場すると、なんか個人的にはなんかちょっと違うんじゃないかなっていう風には思ってしまったっていう感じですね。まあどこまでがね、どこまでが幻覚でどこまでが呪術でみたいな、なんか頂上の力でみたいな、そんな厳密なそのなんかラインっていうのはないから、多分おのおのが感じる部分かなとは思うんですけども、個人的には結構今回の話に関してはかなり頂上的な部分を感じてしまったなと思っていて、そこがなんか個人的には対馬の世界観っていうところの本編の続きというところに置くにはまああまりふさわしくなかったんじゃないかなと思ってしまったという感じですと。まあ悪いところに関しては大まかに言うとこんな感じかなと思います。まあそしてボリュームっていうところなんですけども、だいたいメインストーリーを進めていくと5、6時間ぐらいで終わる内容かなっていう感じでした。なのでまあこれをちょっと2200円っていう、値段と天秤にかけて多いか少ないかっていうのは多分皆さん次第だとは思うんですけども、はい、そのぐらいのボリューム感でした。そしてサイドミッションとかもねいろいろあるので、まあそういうところを合わせるとまあもっともっと多分10時間から20時間ぐらいまでで収まるぐらいのボリュームになるんじゃないかなと個人的には思ってますという感じでですね、はい、まあ総評なんですけども、個人的にはですね、面白いなと思った部分っていうのがまあ軒並み結構まあ、ゴーストブツシマ本来が持っている面白さっていうところだったので、今回の本当 DLC 部分というところにフォーカスして、レビューというか、なんか点数をつけるのであれば、そこまで高くはないなっていうふうに思っているんですね。はい。まあ、そこを切り分けて考えるのか、切り分けて考えないのかっていうのは多分、各々、違うとは思うんですけども、まあ、個人的にはやっぱ、今回の DLC 部分も評価するのであれば、そこはちょっと切り分けた方がいいのかなと、思っています。なので、まあ、さっきも言った通り、冒頭でも言った通り、ゴースト・オブ・ツシマっていうのはめちゃくちゃ面白いゲームで、そもそもね、そういったところの延長線にあるのが今回の DLC なので、もう、面白いのは前提なんですけども、じゃあ今回の DLC 部分が良かったのかって言われると、あんまりそこまで良かったなっていうふうには思えなかったです。はい。ストーリーっていうところが結構、好きなゲームではあったので、あまりそこに感情移入できないなって、思ってしまったのだとか、あとはやっぱメインストーリーの部分で、やっぱそのね、幻覚みたいなのがずっとあるところとかが結構ストレスに感じてしまって、はい。まあそういうところでなんか気になる部分はたくさんあったなという感じです。まあ、ただ単純にいつものゴースト・オブ・ツシマの続きができるっていうところは、すごく好印象だったし、ゲームとしては楽しかったですという感じですね。はい。まあ多分皆さんおのおの思ったところはあると思うんで、ぜひぜひなんか皆さんの感想も教えていただけるとすごく嬉しいんでよろしくお願いしますという感じでですね、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったよ、楽しかったよ、ためになったよ、最後まで見ちゃったよっていう方はですね、ぜひぜひチャンネル登録して応援していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。というわけでですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。